皆さんこんばんは、海外メーカーとの交渉スペシャリスト林和馬と申します。本日はですね、前半は海外の、イノベーティブな商品をご紹介するキュレーションサイトのご紹介させていただきまして、後半はですね11月の大統領選に挑むトランプ陣営の方はですねちょっとキャッシュがショートしてきているという情報が入ってきていますので、今日はですねこちらの方をご紹介させていただこうと思います。もし本日の内容にご興味ある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それではですね、早速本日のコンテンツの方を始めさせていただこうと思います。今日は皆さんがね、ご紹介したいときにはですね、トムズガイドという、キュレーションサイトでございまして、すでにですね、多くの商品っていうのがここにですね、紹介されているんですけども、例えばですね、iPhone 12 Launch Date and Pre-Order Just Leaked、Mark Your Calendar、ね、今これ iPhone 12 のプレオーダーの状況というのがこう今リークした、情報がリークしているということで、まあ、これはね、今回の、まだ発表されてませんけども、新しい iPhone ってこんな感じなんですよっていう形で、もうね、カメラが4つついてるものとか、ね、こういう感じでもうリークされてるものですね。こういった感じで、このトムズガイドでですね、いろんな商品の紹介をしているという形ですね。で、ここもですね、いろいろとベストピックということで、いろんな商品のご紹介がここに、してあります。はい、さらにはですね、こういった、レビューというところがありまして、そこでいろんなね、ガジェット系、スマホ系、そういったところのですね、商品のレビューが、されております。はい。そうですね、また、この、モアというところですね、いろんなトピックの方にもありますし、ここは主にですね、ガジェット系がちょっと多い。ガジェットに特化したサイトにはなっておりますけども、これでね、いろんなスマートウォッチだとか、いろんな商品の最新の情報というのをですね、拾っていけますので、ぜひこちらの方もですね、一つ見てみるといいんじゃないかと思います。はい。はい、じゃあですね、本日のニュースの方に行きたいと思うんですけども、Trump's campaign blew almost $1 billion and now it's in deep trouble.ちょっとトランプ氏がですね、悲しんでいるような、写真が載ってますけども、3年前からですね、再選を目指して、トランプ陣営がですね、キャンペーンをちょっとずつやってるんですけども、もともとね、1ビリオンですね、10億ドルを、いろんな人から集めてるんですけども、それと同じぐらい今ちょっと使っちゃって、お金がないという状況になってきているようです。Donald Trump's 2020 election campaign started the day he was sworn into the office.Since then, the campaign has raised roughly $1 billion and somehow has wasted most of it. Now, with the cash problem and the major deficit in polls, Trump campaign has to figure out something out fast. Reed Golden is a co-founder of the Lincoln Project and an independent political strategist.This is an opinion column that sought to express the laws of the author. これはね、コラムなので、実際のっていうよりも、この一つのこの記者さんの意見なんですけども、今、トランプ氏はですね、2020年の大統領選再選に向けてですね、活動しておりますけれども、もともとね、いろんなところから支援金を受け取って、10億ドルぐらい集めてたんですけども、それがもうほとんど今、使っちゃってないと。状況になっているので、あと残り、50日間ぐらいありますけども、戦い抜くためにですね、キャッシュフローの問題をなんとかしなきゃいけないというのが、この記事で言われているんですね。なんでこのお金がそんなになくなってしまったのかというところですね。 Where did all the money go? この集めたお金どこに行っちゃったのかということですね。 Forensic accountants could spend their entire career trying to figure out how Trump and his campaign spent $1 billion. It's not much of a surprise that so much of the cash disappeared. Trump and his family business are known for both self-enrichment and wasting other people's money.His campaign is identical to the fundraising. もともとトランプ家っていうのはですね、派手な生活、それから他人のお金を浪費する、損をするっていうことで、もともと有名だったと。なので、このキャンペーンも人から集めたお金で、まるで自分のお金のように使っちゃってるというところにあるんだと思うんですね。
In addition to the vanity ads, it's been widely reported that the Pascal controls several limited liability corporations, or LLC, into which massive amounts of money have been funneled. まあ、脅威の広告とか、まあ、いろんなところに、まあ、いろんな Facebook 広告とかをやったりとかして、まあ、要は効果がないものに結構ね、いろんなお金を使ったりとかして、まあ、要は浪費していたっていうところが、やっぱ一つあると思うんですね。うん、なので今トランプ政権というのはですね、残りの50日間ジョー・バイデン氏に対して勝つためにですね、必要な演説とかそういった運動をしていく際にですね、今資金繰りの問題が今出てきているという状況のようでして、まあこれがね本当にどこまで影響するのかわからないんですけども、まあそういった記事が今今日載っております。はい、まあね、本当にアメリカの大統領選というのは日本と違って直接選挙ですから、もうあの各州に回ってですね、大統領が演説をするっていうお金のかかることをやってますから、まあ本当にね、キャッシュフローっていうのは非常に重要であって、これがショートするとですね、本当に大統領選に厳しくなってくるというのがですね、有名な話ですので、まあこれがね、今後どういうふうに影響していくのかっていうのをですね、ちょっと見てみたいと思います。はい、それではですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったというのを持っていけば、ぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もですね、ぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もですね、ぜひこちらの方からフォローいただけると幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.